改めましてこんにちは。はい、実はですね、昨日は姫路で公演をやりました。一昨日は、牛窓神社という、今日ですね、久々のですね、三井させていただいてます。で、一昨日は、福山、広島の福山で、今日こちら大阪でということで、今日で4日目連続で、まあそういう形で、今日はですね、古事記に学ぶ講座ということでやってますけれども、実は私自身ですね、実は古事記を伝えたいんじゃないんです。だってもともと神道のこれを伝えるというね、そういうのをやってます。ところがですね、神道というとやれ宗教だとかね、今日も非常に女性が多いので、まあ、ありがたいですね。男ばっかりになったらもういかに愛国みたいな、ね、まあ、そういう話に偏ってしまうんです、ね、でもね、神道というのは右翼でも左翼でもないんです。じゃあ神道は何なの？神道はですね、仲良くです。今笑うとこですちゃんと笑ってくださいよ。そんなに硬い話じゃないですよ。仲良くなんです。じゃあなぜ仲良くかっていうと、世界で一番長く続いてる国どこだか知ってますか？知ってる人？世界で一番長く続いてる国、はい、そうです、さすがです。我が国日本なんです。つまり仲良くしたからこそ長く続いたんですね。つまり神道は仲良くする。でよくですね、私神道神道言うので、ね、小坂さん神道ですかって聞かれるんですけど、私ね、浄土真宗ですうちのね、息子と嫁はカトリックの学校を出てるんですね。つまり私はですね、宗教って持ってないんです。じゃあ何と思ってるかって、神道は私帝王学だと思ってます、はい、でそういう視点でですね、神道をね、ずっとこう伝えていってるんですけれども、私のですね、人生においてのテーマがあるんです。そのテーマは何かっていうと、人と人の縁を長く続けるという、これが私の最大のテーマです。人と人の縁を長く続けようと思うと、まず向き合わなきゃいけないものがあるんですね。何でしょう？人と縁を長く続けるときに向き合わなきゃいけないものがあるんです。これ何か、自分の感情です。こいつはダメ、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 結局自分かよ。でもそういう人というのは自分も信じてません。つまりですね、いかに自分の感情と向き合っていくか、これが人間の成長を最大限に促すと私は信じています。そしてそれを実践しまして、今、23の時にですね、会社を始めました。今私49です。27人は6年会社をやってるんですが、その当時にやった、今のうちの専務は中学校の同級生です。つまり12歳から37年一緒にいます。同級生と一緒に会社するって、これ大変なんです、ね、突然小坂が突然社長ってなるんですよ。これ難しいんです、ね、もう一人部長は高校の同級生と、高校の後輩にもう一人部長がいます。26年、そしてもっと言うと34、5年ずっと一緒にいます。つまり私が実践してきた中で、やっぱりね、人と人の縁を長く続くと、これ大切だなと。その中でね、こういうのに出会ったんですね。学ぶ記憶なんですけど、世界で一番長く続く国はというのを、インターネットでね、見つけたんですよ。それが我が国日本だったんです。つまり、この国をね、調べたら、何かそこにね、足がかり、手がかり、長く続く何かがあるんじゃないかという思ってやってきました。じゃあ、世界で一番長く続く国、これちょっと邪魔ですよね。もうとにかく、ね、柱があるでしょ。こう言ったりこう言ったりしないと、ね、眠たくなる。世界で一番長く続いてる国、日本ですけど、さあ何年続いたか知ってる人？おいますね。あげて、手だけあげて、当てないから。知らないってことです、あげてない人。ね、はい、今2677年続いてるんですね。さあじゃあ2番目に続いてる国はデンマークです。デンマークは約1000年、もう半分以下なんです。じゃあ3番目はというと、やっとここできます。ロイヤルファミリー、イギリス900、もう3分の1なんです。じゃあ中国はと、中国3000年とか言ってるでしょ。じゃあ中国はって不思議なんですね、どんどん伸びていってます。もうそれこそ1万年とかね。でこれね、皆さんね、検索してみてください。中国建国って1949年、まだ67年の国なんです。ね、民進官ってどんどん変わっていっているんですよ、ね、その度に民族は変わります。民族が変わると当然言葉も変わっているんです。今の中国語です。ニーハオっていうのは今の中国語です。つまり今後その中国語が変わる恐れがあるってこと。だから共和国って書いてるんです、ね、こんなもんなんですよ。
じゃあその他の国はどれだけ続いてるのと。知ってますか、その他の国が大体どれだけ続いてる。なんと2、300年で滅びてます。2、300年で滅びてるこの国を我々は見習おうとしてるんです。2、300年で、ね、滅びる国は経済経済お金お金言って見習おうとしている。さあどうなりますか。このままいったら見習った通り我が国も滅びます。そうなろうとしているんです。だから私はこうやって皆様の前で話をしているんです。ね、つまり我々はですね、人と人を長く続け、組織ってこうやって長く続けるんだよということを言える権利を皆さん持っています。なぜなら皆さん日本人だからです。そしてこの実績を我々は持ってますでしょ。これ見てください。これはですね、国の年表なんですね。ね、ここ韓国です、ここ中国、ここはね、ローマ帝国も滅びてるのは全部縦に線が入ってます。ね、一番下を見てください。赤く真っ赤に染まってずっと続いている国、これが我が国日本です。一度も滅びたことがありません。どうですか、誇りを持ちませんか。ね、叩いて出るものじゃないですよ、そう、誇り、ね、ではね、2677年のいつできたか知ってますか。